周回数は14周です。それではコースインに先立ちましてスターティンググリッドをご紹介しましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー1番です。ピーターパン、トレンタ・クワトロ、ヒーローズ、遠藤翔吾です。さあ、昨日は調子悪い調子悪い、今日の朝も調子悪いって言ってて、蓋開けてみればトップタイムだったじゃないの、シャミセンシャミセンって言ったら全然人聞き悪いと、昨日は本当に遅かったんです。でセットを変えて今日の朝本当に一発勝負で出したので、もう一発勝負でないと出せなかったタイムなんですというふうに言っておりましたけれどもね、一周アタックの一周で45秒097、素晴らしいタイムアタックでポールということになりました。続いてセカンドはカーナンバー18番レーシングチームヒストリー古谷優雅、タイムはコンマ1秒差の45秒197。シニアマックスもそして OK も年を重ねてきて、いよいよもってその速さが発揮されてまいりました古谷優雅。この2人が逃げるのではないかという大方の予想です。3番手それを追っていきます。カーナンバー7番春名カートクラブ近宗春田、ロングのテストもしっかりしているという近宗、沿道についていきたいところ。4番手カーナンバー27番モモックスカートレーシング大宮健人、お兄ちゃんたちはやはりうまいとメカニックのももちゃんが言っていました。そこにどれだけ勉強させてもらえるか、大宮健人4番手から。5番手カーナンバー9番 HRS ジャパン佐藤一樹、6番手には15番 K-TEC with ピーターパン藤原優太、以上がトップ6です。以下7番手36番 CRG タイランドタナクリット、8番手13番アッシュ富田蓮、9番手55番 AP スピード with ソブラ岩崎彩人、10番手22番ティームエマティ中瀬小美成、11番手14番競泳サービストレンタ名古屋厚見よしき、12番手50番トレンタ名古屋橋場橋場かける、13番手12番プロリストモータースポーツ森田心、14番手29番トレンタ名古屋白石正則、15番手25番プロリストモータースポーツ小林久知、16番手30番グローバルウィズジュランレーシング藤川匠、17番手95番トレロレーシングダーウィン龍、18番手16番トレンタクアトロ九州山本壮太、19番手11番ティームブルート大月素直、20番手21番ティームグローバル浅井優斗、21番手44番ティームコンドーレーシング水口剛、22番手8番ジーブブルレーシングティーム先ほどノータイムとなってしまいました斉藤愛美と、そして24番ツイストルレーシングの玉橋陸斗、この2人が後ろから追い上げてきます。さあ斉藤愛美も玉橋陸斗も開幕戦第2戦と上位入賞をして、シリーズランキングが斉藤は6番手、ランキング3番手が玉橋、この2人が最後尾からの追い上げという波乱含みの予選となっています。トップ2争いこの辺りも見ものだと思いますが、中盤から後半で追い上げてくるドライバーにもどうぞご注目ください。立ち上がってまいります。ホールは遠藤翔吾、お隣は古谷優雅、後ろに近宗と大宮、さらには佐藤、その後ろにタナクリットが並んでますね。アウト側藤原と富田もグリッドについています。最終コーナーから立ち上がってまいります。周回数は14周、シニアマックススタートは切られました。さあスタート失格の作戦通り近宗春田が遠藤翔吾についていきました。遠藤がトップ、2番手近宗、そして3番手
の後ろにピタッとつけていきます古谷優雅。ヘアピンのところでも大きな混乱はありません。前の3台から少し空いて4番手以降です。タコツボに近づいていきますが、中盤以降はサイドバイサイドになっておりますが、4番手あたりは大きな混乱はありませんでした。4番手には佐藤一樹がつけています。5番手には大宮健人、6番手に藤原優太、ここまでが第一集団と言っていいかもしれませんね。その後ろ少し離れまして7番手にいるのは富田蓮、8番手には田中凛と、9番手に中瀬小南、そしてその後ろに岩崎隼人。さあこの辺りがまた動いていきます。2コーナーから3コーナー、さあトップ6、トップ9くらいまで動かないんですが、その後ろ、おお、中瀬小南も動き始めました。7番手富田、8番手に中瀬子が上がりまして、その後ろに田中リット、そして岩崎綾人といったところでしょうか。さらにその後ろにはタイトに飛び込んで立ち上がってきました厚宮市が、田中子も立ち上がり、2台が大外まで行きました。カーナンバー50番と25番ですね。50番が橋場かける、25番が小林久知です。前からかなり離れてしまいました。ホームストレートから1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。トップは単独2番手争い、サイドバイサイド、古谷優雅ここで入ってきます。2周終了、3周目、古谷優雅がここで2番手に戻します。遠藤翔吾をひたすら逃がすわけにはいきません。古谷2番手に上がってくる。遠藤翔吾はマックスの去年の日本代表、古谷優雅は全日本最高峰 OK クラスのドライバー、ともにマックスのこと、そしてタイヤの使い方のことについては習熟をしているドライバー同士。そこに近峰春太、なんとかついていきたい。現在3番手ですが、後ろがじりじりと追いついてきていますね。4番手はこれがまた面白い若手ドライバーです、大宮健人。ジュニアから上がってきましたドライバー、追いついていけるのか。現在2コーナーです。その後ろなんですけども、佐藤と藤原と、その後ろから富田蓮が近づいてインガー飛び込んできました。5コーナー、富田蓮立ち上がりではどうだ。藤原優太がしかし守ってるか、おお、サイドバイサイドのままタコツボ入っていきます。6番手争い激しい、後ろからもなだれ込んできた。さあどうだ、バックストレート、藤原優太が前に出ています。ここは返せない。そしてその後ろで動いたのは岩崎綾人ですね。中瀬小みなりのインガー飛び込みまして、ワンポジションのアップ、中瀬子は弾みでちょっと離れた。後ろに田中リットがついていきます。ここまでが一段となっています。4周終了、5周目です。なんだ遠藤翔吾はこの序盤でファーストテストをまたマーク、45秒488、このタイム後ろは全くついていけませんよ。2番手3番手はバトルしてないけど、現在45秒6です。さあ遠藤翔吾のこのタイムが序盤よりのセットに振っているからなのか、それとも遠藤だから出せる最後までキープできるタイムなのかというところは興味深いところですね。2番手の古谷、3番手近宗に、4番手5番手がだんだん近づいてきています。大宮と佐藤、2番手争いが4台になりました。そして6番手争いは後ろを振り返った富田の後ろから藤原と岩崎と中瀬子とトラックリストという5台のバトルになっています。現在トップ集団が5台、6番手争いが5台。さあその中で岩崎、5コーナーで動いていきます。インガー飛び込んできました。岩崎綾人、今日は体調が悪くて熱が出ているという情報も入っているんですけど、振り絞ってアドレナリン出しまくって走っております。そして少し離れまして、この集団の後ろなんですが、11番手以降ですね、ここ玉橋陸斗がこれ上がってきてるんじゃないでしょうか。玉橋と斉藤愛美が最高列12列目ぐらいから一気に上がってきました。さあやはり実力あるドライバーです。タイトルタイムが出なくても上がってきます。さあ1コーナーのところでは6番手争いが依然として激しくなって、岩崎綾人がこの集団の前に出てきました。まだレース前半です。帰ってきて折り返しということになります。トップは遠藤翔吾、またまたファーストテストを出して45秒406、後ろ古谷優雅がちょっと上がってきまして45秒5、ペースが上がってきました。近くでも同じく上がってきましたから、
たりは中盤から後半タイムがうまく伸びてくるようなセットにしているのかもしれませんね。大宮と佐藤はついていけるか。そして岩崎は集団から抵抗したいと抵抗を減らしながら走っています。後ろが競り合ってくれればいいんですけれどもね。この第2集団の2番手ドラゴのカラーリングは富田蓮、その後ろに藤原優太、さらに田中リットがついて、その後ろに中瀬小美奈里、そして玉橋陸と斉藤愛美。さあこの2人は絶対上がってきますよ。この後タコツボ前の中瀬小美奈里のラインを見ています。さあそして田中リットと富田がここで入れ替わっていくか。スタンドストレートエンド、さあこの集団どうなるんでしょうかね。岩崎綾人は抜け出して藤原優太を先頭とした7番手争いということになりました。さあ藤原のインカはタナクリット振っていきましたが入れ替わりはない。その後ろ富田も割とタイトなラインで立ち上がってきました。その後ろ中瀬子、玉橋と斉藤が動きづらそうです。玉橋も行きたいんだけど後ろに斉藤が控えているのが分かってますから。どうだ、タコツボを飛び込んでいく中瀬子のインナーちょっと苦しいか。そのまま立ち上がっていく後ろ斉藤がついていく、ついていくがどうだ。中瀬子はアウト側からバックストレートエンド、これは斉藤の後ろ行くか。おー、そのまま横並びになった。中瀬子みなりも譲らない。後ろからさらになだれ込んでくる。さあちょっと鈍ったその後ろから上がってきたのはこれ森田心かな。田中29番が上がってきました。白石ですね、白石が上がってきました。白石が上がってまたあと横並びになって激しいバトルとなっております。この辺りには厚みもいますし橋場もいます。九州終了10周目トップの遠藤翔吾は45秒307、ファステストをマークです。ただ2番手3番手も同じく45秒3というところまで上がってきていますから、でもねこのアドバンテージはもうこのまま守っていけそうな感じがします。残り周回数は4周。3番手の近くの後ろから追っている大宮君とここから近くとバトルになって前に出てきそうな雰囲気ですね。トップ集団の中では3番手4番手に動きがありそうです。そして第2集団は7番手から藤原優太とタナクリット、富田ともう1台後ろについている玉橋、この4台のバトルになりそうです。さあ予選ヒートは終盤へと向かっています。バックストレート近くのヒルトが頭をちょっと倒して空気抵抗をなくしていきたい。近くにハルトもなんかこう何ですか、苦労人っていう感じです。じわ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 ちょっとワンステップずつ上がってシニアにやってきたというような感じのドライバーです。後ろからは大宮県とジュニアから上がったばかり。3番手4番手はテールテーノーズ、5番手は単独になっています。あと6番手も単独になりました岩崎、7番手は藤原とタナクリット、そして富田がねもうちょっと前に来るかなと思ったんですけどこの予選では上がってこれていません。現在9番手、10番手には玉橋、少し離れまして11番手斉藤、そして12番手には中瀬子、インガワから入っていきました。中瀬子のインガワ森田心、森田、中瀬子、厚み、白石という形になりまして残り周回数は2周です。さあ3番手4番手争いは依然として前進しておりますが入れ替わりはありません。そして先ほどから集団の7番手争い、藤原とタナクリットどうなる、富田とその後ろの玉橋とはどうなるといった感じ。さあそして3番手4番手ここで入れ替わっていきました。大宮県とタコツボで飛び込んでいきます。残り周回1周半で大宮が動きます。大宮はこのまま守りきることができるか。近くではまだついてますから大宮が1や2を守ったら逆に近くにとってはラッキーかもしれませんが、どうでしょうか、ラインどうかな、近くに入っていくけどここはちょっと厳しい。そしてその後ろ7番手のところ、あーっとヘアピンで1台止まってしまっています。ファイナルラップ目前にしてヘアピンで止まってしまっています。
はカーナンバー22番の中瀬小美奈です。止まってしまいました。さあこれがファイナルラップ。トップは遠藤がもう独走、2番手も古谷、やはりこの2人が抜け出しました。3番手には大宮、4番手には近峰、その後ろにピタッと佐藤がつけて、チェッカー、この辺りは決勝に向けてまた作戦を組み直したいところですね。6番手には岩崎、7番手藤原が守りました。8番手タナクリット、9番手富田、10番手には追い上げてきました玉橋、11番手斉藤、12番手厚木、13番手白石、その後ろに橋場、小林、ダーウィン、浅井、藤川、山本、水留、森田と、最後森田なんかあった、ああさっきのあのかな、中瀬琴が止まってしまったのは森田とのバトルだったのかもしれませんね。森田心が21番手までドロップをしてチェックを受けておりま